訴えられるよって言われるの。要は自分の就労時間以外の就労をさせられたということになるんだって。だから気をつけないとって、私も今まで全部合わせると数千万取られてるよっつって、多分ねこれからこうなってくるんですよ日本も。ほらアメリカで起きてることって日本に起きるじゃない。なんかアメリカでは子供をいじめ、自分の子供をいじめるやついるのって思わなかった？それが当たり前になってくるじゃん。こういう形でアメリカで起きてることは起きるのでなるよ。ちなみに、フランスは6時以降の E メール、LINE 等はスルーしていいっていう国家発表があったよ。フランスは週間35時間以上の労働は罰金なので、社会主義なので、お前がたくさん働くと人が仕事をなくすだろという罰金なんです。なので6時以降のこのメールを返したり、こうスマートフォンで送り返すこの業務は35時間以上になるんじゃないかっていう訴えが通って、要は全て6時以降の業務メールはスルーしてくださいっていう国家発表よ。日本も来るよこの波は。となると人雇ってやるの怖えよなってなってくるわけね。えそうなるとどうなんの、そうなるとどうなんの、プロジェクトごとに人を集めるミュージカル型になってくるよね。ミスサイゴンはキャストこの人でやってお送りいたしたいと思いますみたいな、でミスサイゴンが終わるとはいチレみたいな形で、要は雇用の形が今の形のスタイルを取っていくとすごい雇い側がリスクを負う形になるよね。だからそうならないようにっていう形にこれからなっていくっていうことになりますわな。まあそんなことになってくるわけ。じゃあどうするよこれ、月々いくら必要、月々いくらあったらいい、夫婦でいくら、はいいくらあったら嬉しい、じゃあ彼女行ってみよう、夫婦で50万円もう一声みたいなね月50万、それはあった方がいいよね、50より100あった方がいいよね。この50万どっから捻出するよ、どっから、年金ないもんな今、どん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 上がっていってるよね年金もらえるの。どうするこれ、一番簡単な方法は25から55まで毎月50万貯めるとこの毎月50万使えるこれ前若い子にね、月5万だったら貯めれるって聞いた、そしたら死んでしまいますって言ってたよこれどうする、これみんなに起きるんだよ。働いたらいいと思う、うちの旦那仕事できるからね、え役職ついたら再雇用ないよ、知ってる、役職ついたら再雇用ないんだよ。平だったらあるよ、平だったら役職つくような人間だったら、君たち若いから知らないと思うけどね、効率っていうのを考えてやった方がいいよってなるわけ。そうするとなんだよ人事ってこんなややこしいおっさん再雇用してきてからってなるので、役職ついた人も再雇用はないよ。平で用務員のおじさんみたいな人は再雇用があるよ、勤めてた時の3分の1とか半分ぐらいで。でも今から考えていくと、ここ仕事を争う人は海外からやってきた外国老人者、外国からやってきた老人、労働者の人たちだよね。今年知ってる？日本は今年の4月過去見ない過去最高の旅行者の数だったんだよ。なんでか知ってる？桜見に来たんだよね。なんで来れるの？海外からやってくる人たちのビザをなくしたんだよね、大幅に。だから見たことのない数外国人いるでしょ今街に。本当に帰ってる？本当に来た人帰ってる？なんでビザが行ったの？経済力のない人がやってきてこの国に残っちゃうとまずいからビザを発行してたのを撤廃したってことは、移民は受けた方がいいよね、受けた方がいいけど僕は移民を受けた方がいいと思うんです。だから僕に票をくださいって言ったら票入れないでしょ、入れたことによって自分が仕事を失うからですよ。誰も選挙に行かないよねその人の、だから誰も言えないよ政治家だけど、移民を受けたことにせず移民を受ける方法を取ったんですよ。だから今北海道はどう、コンビニエンスストアに行って日本人の接客受けれる、受けれないでしょ。東京はもう店長まで外国人になってきたよ。そうよ、居酒屋さんで中覗いて日本人が働いてるケースほとんどないよ。
もうほとんど外国人よ。これからもうどこもかしこもそうなっていくわけ。わかる？それはこの10年激しいよ。ものすごいことになっていくよ。そしてコンビニエンスストアにはもうじきロボットが働くようになるよ。そしてこの人工知能を全部クラウドに上げて、そのロボット一体が学んだことが瞬時にして日本中のロボットが学ぶ形になっていくんだよ。こうやってもうどん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 それが始まっていくわけ。うわ、ロボットが接客とか笑ってる場合じゃないんだよ。あなたが職をなくすのよ。ロボットは苦情言わないし、残業手当よこせとも言わないし、ねえ、大きく変わっていくよね。どうするここの30年間。そして今ですら介護に入れられないよ。おじいちゃんおばあちゃん介護に入れられないよ。私はもう子供の手がね離れたらね、もう羽ばたいてやると思う頃には自分の親か旦那側の親が倒れるよ。お昼間はデイケアに行けるかもしれないけど、夜は対面介護だよ。入れられないよ。僕らのおじいちゃんおばあちゃんになるときにはおじいちゃんおばあちゃんがおじいちゃんおばあちゃんの介護をしてるよ。ねえ、どうする？あなたおじいちゃん、旦那さん側のおじいちゃんのうんち買いながらぐにゅってうんちに手週に2回は入れるよ。そんなことしてると長女が2人子供連れて離婚して帰ってくるよ。だって5割以上離婚するんだから、2人に1人は離婚するんだから帰ってくるよ。月いくらあったらいい？これ全員その時が来るんだよ。本当だ、言ってた通りになったってなるよ。言っとくからね。怖くなってきたか？いや、その時に困らないためにもハムやった方がいいよ。しかも旦那は家にビターっているよ。お前昼からどうすんねん。だからちょっと買い物だけ行って、あの病院顔出しておばちゃんにな、ちょっと顔だけ見せて、で、あの今日の夜 の, あの食べるものスーパーで買うって帰ってくるよ。なんで？みたいな。送ってったろかって言いますよ。いいよ、でどっか行ってきたらいいやんって。俺もう嫌やね、あいつらと会うの言うて。送ってったろって。おばちゃんに顔合わせたくないやろ、駐車場で寝とくって言うよ。まだか、まだかって電話かかってくるよ。だから私自分で運転してくるって言うたやん言うて、ね、今日も出てくんかって言うよ。昨日もとついも出とったやねんか言うて、ごめんちょっと私連続して家出てるから今日ぐらいは家おっとくわ言うて電話せなあかんよ。そうしときそうしとき言うて友達も言うよ。死ぬんやったらやっぱり旦那さんの方が先に死んだ方がいいよね。そのいや、男の一人はねもうピューッと老け込んでほんとちっちゃなるよ。やっぱり初めの2年ぐらいは奥さんもねこうたまに泣いたりするけど、3年目からえらい元気よ、ね、女の人は一人でもコミュニティの動物やから、男の人は自分の機嫌を自分で取ることやっとかんとあかんよ。ものすごいたくさんのビジネスで成功した人たち見たけど、僕もこの年齢になるってことはそういう人たちもその年齢になってるやんか。退屈してはるよ。 あと退職した会社の名刺をこうやって見せて、いやあんまりないんでまた返してもらえるかなって見せたりしてはるよ。あのプライドがあって昔の勤めてたところにプライドある人は、いやこれ嘘っちごてほんまに持ち歩いてはるよ。私ねこういう仕事やってたんです、ちょっとそれもう枚数だけどでも返してもらってらしいですかっつって持って帰るよ。ずっとしがみついてはんのよ。どうする？いや笑ってるけど、ここにいる男子の諸君、あなたの数十年後ですよ。言うときますよ。ねえ、どうする？ねえ、この30年をどう生きるかを考えた方がいいのではないか。もし考えない人がいるとするならば、時間軸でものを考えない人なんです。アムエ聞いてワクワクする人って夢がイメージできるのね。そういう人ってね、やらなかった未来もイメージできるの。夢がイメージできない人はこうやって喋ってあげてもそうですよねとか言って何も行動が変わらないの。そうすると我々の年金を返せ返せの列に加わらんとあかんよ、うん、返しようないやないの。ありえへんじゃないの。自分の身を自分で律しなさいってことになってるよっていう話を僕はしておかないとダメなんじゃないかなって思うんですよ。これが